おはようございます。おはようございます。今日も朝早くから札幌ですね。朝早い、早くはねえだろ。まあ君らが遅いだけで、14時45分です。君らが遅いだけで、14時45分ですよ。君らが遅いだけで、いえいえ、何をおっしゃるんですか。何なの、今日9時半に出社してますけど。早っ、9時から撮影だと思ったんですか。さあ行きますよ。今日やっていただくアプリは、なんと編集長お気に入りモニュメント、モニュメントバリーのバリアニメーターゲームクリエイターの作品、え、マジで、ジョナサントップさんの作品、トリックショットでなります。トリックショット、すげえ期待しちゃう。期待しよう。はい、え、なにこれ、これ何、もうゲーム画面。こちらゲーム画面です。あ、しかもこれモニュメントバレー、バリーの前、バリー、バレー、バレーの前ですね、これ前に作った、そうですね、ジョナサントップさんが開発デザインした最初のアプリらしいです。これ中に入れるってことね、これ気持ちいい、なんかおうおう、バスケのあれ見てる。音ねえのかい。音全くないですね。あれでもなんか音するんですけど、ボールが、あそこあります、あのリモコン。いやでも音もともと出てないよ。あれなんでだろう。あ、やった、これ赤いところでしかボールを落とせなくて、そうです、跳ね返りを使って入れる。え、何、ちょっと引っ張れるかもしれない。ほら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 、そう、タップアンドドラッグで弓を引くようにボールを飛ばし、ボールを箱の中に入れることができればステージクリア。あ、こういうことね。あ、音出た、あ、音出た、音出た、ちょっとしかない音。うん、バウンドとか、ボールが点線で囲まれた四角の中をタップしてホールドすると、タップした位置に出現します。指を引いてボールの角度と射出する強さを決めて、これ簡単じゃない、この四角い箱の中に入れなければなりませんと。あれみたいだね、なんだっけ、ヤギのやつ、あー、あのジャンプしたやつでしょ、うん、ヤギジャンプ、ヤギジャンプ、あー、ヤギジャンプね、うん、なにこれ。でもなんかちょっとね、バスケットボールのなんかシューティングゲームを出すんですよ。この板、意味があるのか、あったのかな。いや、ないね、え、これこっち入れんじゃん、うん、おー、はいはいはい、ただのお邪魔。まあ、まだ序盤ですからね。お、出たー、なかなかのね、これバスケっぽい、バスケっぽいよね、この子を予想する、え、あの弱いんですよ、ちゃっ。ちょっとね、眺めちゃうのもね、あのなんかこのハーフラインから打った感じね。そう、このなんかあの何、こうなってるやつにコン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 コロンって入った時がすごい気持ち、かわいいな、ボール、スーパーボールみたい、惜しい、スーパーボールだろうね、この跳ね方は。うーん、そのスーパーボール来た、ルーン、パーフェクト、優しいね、何回もやってもパーフェクトになりしてる。気持ちがいい、時々ただの OK の時もありますよ。おー、来た、来い、跳ね方が、跳ね方が結構ね、ハードなんです。物理演算ね、そう、物理演算、ハード S、 ハード S、 うわ、結構一番最初のがなんか一番、あ、あ、来たね、来たね、それもうぶつけないでいい、ここだ、おー、うわー、いったと思ったね、いやー、いったね、よしよし、これ結構 OK だ、 だ、本当だ、なんかこのきっかけがちょっとよく分かんなかったんですけど、もっと強くやった方がいいんじゃないですか。じゃあ置き場所間違えてるの、完全に。これだって話したら飛んじゃうだろ。飛んじゃいますね、私関係ないでしょ。何もしてないでしょ。あ、何これ、何これ、何、何、何これ、え、なんですか、もっと強くでしょ。いや違う違う、行かないんだ。あ、この中しか行かないのか、引っ張りも、ほら、あ、本当だ、引っ張りも、引っ張りの加減も赤にぶつかったら終わりなの。あー、点線の外には引っ張れないと、うん、あ、それ気づかなかったですね。やめてください、ほら下打ちするとね、怒られちゃうんですよ。あさっての方向に行っちゃうやつです。いや、やりすぎじゃないですか。いや、ちょっと、うん、どうなの。
弱すぎでしょう。下打ちやめてくださいよ。じゃあ、いやジョナサン・トップさん。ジョナサン。よし。お個人クリエイター。すごいですね。てか気持ちいい。BGM ないのもちょっとわざとなのかな。すげえな。パーフェクト。パーフェクト。ラック。あ、キューだ。玉入れっぽいぞ、これ。2個入れなきゃいけない。うわー、これもうなんですぐさ、やっちゃうの。もうちょっと考えないで。届かねえだろ、これ。ほら。惜しい。いや、いけそう。これいった。通り過ぎます。おそう、結構ここはね、弾かれ方がね、スポッ、シビアなんですよ、結構。えいスポッ、えそう、届かない、いかない、桃みたいで美味しそう。チャッ、あ、来た、ナイス、ティラン、外す気がしねえ。いや、何回も外しましたこれ難しいぞ。これなんか卓球でありそうですよね。こういうなんか、なんか卓球のボールあるじゃないですか。それをポンってやってコン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 って入れて、こういうの。何を言ってんの。わかるでしょ。これどっかのなんか電車の。ピタゴラスイッチってこと。あ、そう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 。ピタゴラスイッチ。木琴みたいな音するんですね。当たると。じゃあ。おお。別の話をしましたね。木琴。あ、動くのね。あ、木琴だ。どん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 ギミックが難しくなります。よしった。あれ。もっと言えば、すっと、素早く。これレーザービームですよ。レーザービーム。もっとしたでしょ、もっと。ほら。レーザービーム。レーザービーム。なんか英語っぽくない。なんだこれ。これ、シュシュンって。シュシュンって。なんだ、長嶋選手か、君は。誰ですか。なんでいきなり。茂雄のことですか。茂雄さんのこと。なんで擬音詞を使わないシュシュって、そう、シュシュだよ。やべ、角度が悪いよ、これ。どうしたんですか、それ。これ引っ張り半分。もっと真ん中から行った方がいいんじゃないですか。真ん中？あ、こうやって鼻返すってこと？そう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 。どういうこと？こうしてこうしてこうやって。そんな引っ張りハンティングじゃねえだろ。引っ張りハンティング。ハンティングではないので。ハンティングはしてない。ほら。引っ張り系ではあるんですけど。ここだよ。いや、それは違いますよ。ちょっと詰まってきましたね。あ、こうか。こうか。うん、そうです。おおおお、これ気持ちいい。オーケー。これ気持ちいい。ね、バスケットボールもね、ああやって入るとね。うん、もうなんか、おおって。見とれちゃうんですよね。あさっての方向に行っちゃう。ゴールポストの上ですね。おおおお、そういうことね。意外と難しいんだな。ちょっと見てるこっちは楽しいですけどね。あ、もうちょっと、あ、わかった、こっちかじゃねえか。グッ、おー、この跳ね方がね、あちょっと弱すぎ、直接は無理ですね、直接は。あっと、あー悔しい。意外に難しい。おー、外す気がしねえ。いや、何回も外しましたよ。でもパーフェクト。パーフェクト。優しい。あっ、こー、もうちょっと強くすればいいのか。うっそー、そんな加減が変わるかい。箱に当たると色が変わるから、多分それで入ったら OK なのかもしれないですね。おお、おお、なにこれ。来た、あー、はい、5回。あー、これ反発係数がボールによって違うのかな。いや、それはないですね。ごめん、ボールはただの難しい言葉使っちゃった、ごめん。いい子がね、反応的だった。ああ、すごい。わかりますよ、反発ぐらい。反発でしょ。あれで、ミーコが4年生ぐらいの時から親に言われたこと。言われてないですから。そっからね。おまず小川さんがおうわっ、おー、あれだ、おー、あー、やっぱ箱に触れて入ると OK になるんだ。なんか、うん、
釣れないでスポット入らないといけないんですね。そう、スポット入ればパーフェクトなんですね。これは簡単だ。ひぃいや、運動音痴な人がやり、なんかボールの弾ませのするの仕方。おいしい。違う、あの、もっと角度浅くしないとダメじゃないの。角度浅く、なんで同じとこに3回連続もっと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 、ほら、弱くなっちゃった。やっぱ、あれだね。入ったし。おお、これちょっと難しいぞ。あ、違う、強引で。もう、何でも壊せばいいと思ってんの。じゃあ、壊そうとしてる。そう、壊そうとしてるよ、これ、絶対。いった！え？今いいね。えい、おお、天才か。いや、誰でもああやってやるってことだ。なんでそこまでが遅いよ。最初板壊そうとするの、うん、おおおお、これはオラウータンが血をつけた。オラウータンじゃないって。ボタンを押すとなんかあんだよ、ほら、だから上からも。なんで逆だよ。え、こうじゃないの。え、どういうこと今。はい、え、ほら、押さないと開かないんですって。ああ、下に向けてたのね。そうです、俺直接上に向けてるのか。違う、これ落とせばいいんだよ、落とせば。そう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 、そう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 。お、これでも逆にパウツの難しさすごいな。すごいな、弾かれ方してましたね。よく昔バックスピンかけたよね。バックスピン、ああ。え、スーパーボールですか。スーパーボール。ピンポン玉すか。スーパーボール。スーパーボールですか。うん、こうやって。ここにこうやって、こうやってやると。かかる。で、バックスピンかけてどうなるんですか。でも自分で戻ってくるってやつ。こうやってやって。ああ、バウンドして。そうそう。僕なんか、でっかいやつあるじゃないですか。うん。野球ボールぐらい。うん。食べてた。食べへんのあれ。リンゴみたいに丸かじりしましたけど、なんかマンションの5階ぐらいからバウンドさすのまして、それ今となっては事件になるんじゃないかそれ。危なぁ、ミーコそんなことやったことないけどな。ミーコね、ミーコの家だって平屋でしょ。何平屋って。平屋って何よ、失礼に。5階建てとかないでしょ、周りにも。周りにも5階建てぐらいあるよ。ちょっと全然入んないんだけど。何にも、なんか、何にも学習してない感じだよね、これね。力加減分からなくなっちゃった。いった。でもあそこに、よし。あ、でもあれ、木の棒の影か。そう。あれをヒントにするんだよ、多分。多分そうなんですよ。うん、でも影まで、本当だ。ほら。ボールの影までちゃんと。今までヒントにしなかったな、あれ。なんだろう、あれ。待ってた。ボールの影までちゃんとついてますよ。そう。よく見たら。おお、惜しい。いいよ、狙えばいい。え、難しい。角度もうちょっとつけないとダメだよ。なんでもうちょい右側からやんないの。何、やる気あんの。え、よし。これあれですからね、入った瞬間ぐらいに、ま、次のやつ出してると、あの、無効になりますから。あ、そうなんだ。次のボール出しようと。え、これどう、あ、バスケットゴールの奥に当たった感じだね。うん、スコーン。あ、やべえ、間違えた。やる気あんの？ありますって。ちょっと、ほんと、そういうこと。ちょっとやってみてください、これ難しいから。24。これ面白いなぁ。あー、一回。やる気あるんですか、ちょっと。一回行くと思った。わぁ、これ緩めちゃダメなんだ。来た。お、楽しい。よし。よし。間違えちゃった。よし。あ、性格の悪さが出たな。入っちゃった。でも OK ですからね。はっはっはーん。え、ついついやっちゃう。やっちゃう。いつやめんのこれ。ちょ、30とか、キリのいい数字でやめたいですよね。もっとやっぱ力強くいかないと。これ難しいですね。強くか？じゃないですか？乗り越えるとかなり書くのか。シビアですよね。強すぎる。もうちょっと右側からボール出してもいいんじゃないですか。
こっち出せねえんだよ。出せないです。もうちょい下から、右側の下から。いや。そこら辺？ここら辺じゃないですか。あ、でもそれでもいけそうな気がする。あ、それ着地点をここにしればいいんでしょ？この棒の下に。でもでかすぎる。強いんだ。でかすぎる。じゃあ、来た！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 よし！おー、すごい！よしよしよし。え？おー、すごい！新しいパターン。プサーン！プサーン！パーフェクト！外す気がしねえ。さっきからさ、早く誰かそれ三井でしょって言ってほしいんだけど。三井知らないんだもん。ああ、なるほど、うん、三井は知らないの。誰？スラムダンクの三井。スラムダンク、バスケがしたいですしか知らない。スラムダンクの世代じゃないんですよ。スラムダンク知らない世代なのか。漫画読んどきます。何世代？ビーバップじゃないし、GTO でもないな。ちょっとあのカードキャプターさくらとかですよ。マジレスすると。え？それ漫画の話？漫画、アニメか。漫画だとね。ビーバップ。だから、ビーバップ古いんだって。そんなバツ。違うでしょ。違うわ。違うよ。古いよ、ちょっと。もうカメラもちょっとわかんないよ、私。何それ。見てる人面白いよ、この部分。わかんない。見てる人はちょっと世代が違うかもしれない。絶対わかんないでしょ。何人か分かってる。あれなぁ、みたいな。そうそう。知らないなぁ。漫画か。俺でも違うからね。やっぱそうです。ビーバップとか。ビーバップだから、もう本当になんかあの、短パンじゃなくて何あ、なんて言うんだっけ、ボンタン。タンパン履いてるのか、全然そうじゃねえじゃん。タンパン学生服にタンパンはねえだ。すっげえダセえ。タンパンじゃんね。ダサ。変態なの、ただの。なんだ、あいつみたいな。欲しい。欲しい、これ。タイミング。これ下から入れるから。あ、難しい。欲しい。あ、欲しい。ミーコの時は、ルーズ？あールーズは中学生かな、小学生ぐらいでした。もうあのね、ルーズはね、そう、私の高校生とか中学生時代ではなかった気がする。テレビでわー見て、わーそんなやついるんだみたいな感じだったから、多分小学生ぐらいですよ、ルーズは。そんな前だった、そんな前ですよ。もうえ、ルーズにアンパンって感じ。アンパン、え、ルーズにアンパンですよ。アンパンアンパンって何でしたっけ。ハンパン、シンナー。ちょっとやってないし、アンパン意味がわかんないと思っちゃったよ。インゴですね。インゴです。ちなみに、でも高校生の時にちょっとだけもう一回ルーズが流行って、その時にね、はいはいはい、コンソっていう、あの紺色のハイソックスに、うん、あ、何履くんですよ、ルーズソックスを。で、重ねで、コンソをちょっと見せるみたいな。コンソって何？あ、コン、はいはい、あの普通に紺色のハイソックス。そう、はい、ハイソックス、紺色のハイソックス。うん、あ、コンソックスのね。そう、コンソ。それで、あの普通にコンソ入って、その上にこう、何ルーズソックス入って、そこに輪ゴムとか、かわいいヘアゴムとかで止めるんですよ、うん、それがかわいいみたいな、はいはい、それでナイフを隠しておくねえ。あのね、襲われないでしょ。いや、襲われないでしょ。襲われない。おかしいでしょ。いや、襲われるでしょ、だって。何に襲われ、敵対してるチームとかさ、いないって。ブー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 言う人もいない、そういう友達もいないし。縄張り争い。いないから、そんなの。でも本当に、いつからそういうなんかヤンキー設定になったんですか、私。西と東で結構ね。ないそうそうそう。そんなね、そんなね、波乱万丈な生活してないですよ。あれでしょ？西に猿っていうチームがいて、東に、ね、オラウタンっていうチームが。あのね、だってサル T シャツで、ね、未だに着てる人いるよね。何サル T シャツって。東京トライブだっけ、何、はい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 、やだよ。井上サンタさんの漫画で、あ、吉祥寺の方は確かね、猿っていうチームがいて、ね、なんかね、ギャングっぽい、ね。そう。で、なんで逆にそのギャングっぽい漫画知ってるんですか、そんないっぱい。なんでやっぱ、いや、こっちの方が、もしかしてギャングでした、元。ギャングでしたって、ギャングですって言うしね。絶対だって、目黒さんの方がヤンキーでしょ、これ。だって、ヤンキーはそういうの夢見てみるんでしょ。昔ヤンキー流行ったから。そう。
全員が見てたの、ヤンキーヤンキーを全員見てたってどういうことよ。ヤンキー流行ったよ。流行ってたんで、ヤンキー。あ、でもあれ、GTO は見てましたよ。はい。GTO はでもそこまでヤンキーじゃないから。あ、じゃあ。あれ先生だからさ。先生。どっちかっていう。どっちか。ろくでなしブルースとか。うん、そうね。ろくでなしブルース見たことないな。くぅ、これイラつくな。あ、ダメだ。これ30超えましたけど。これいつまでやるの本当に。もう私がおっしゃいますよ。ちょっと待って、はい、これやって。なんだなんだ。メールチェックするから今。ブルブル来てるはい、ちょっと何弱く早く外す気がしねえ。ちょっとあのね、宮城亮太かっこよかったよね。誰、宮城派だったんですか。いや小暮くん。小暮くんですか。メガネ、メガネつなげる。メガネくん。え、もう全然入んないと思う。王様はあれがいいって言ってたよね。誰ですか。カリメロ。カリメロだっけ。あ、湘南大付属。あ、じゃあ海南大付属だ。最後あの軟膏を渡す。見た、ね、見た今のすごい。今のすごかったのに。編集長、今日面白いアプリでしたね。そうですね。どうしてそんな寂しい、なんか切ない感じ。いや、なんかすげえ多分地味な動画になってる。ヤンキーの話して、まあ 見た目がね、ゲーム自体すげえ、やっぱね、丁寧に作られてるね。そうですね、おしゃれですね。おしゃれ、おしゃれ、センスに。センスはすごい。ちょっと全何ステージかちょっと見てるの忘れたんですけど、うん、これ何か、有料。こちら有料ですね。あ、当てる。すごいいっぱいある。120円。おお、120円なら買う。うん、ミーコは250円かな。250円。250円なら買う。360円。ミーコは360円なら買う、うんうん、正解は240円。惜しい。おー、だいいところですよね。そうですね。罰ゲームだな、これ。なんでだよ、なんでだよ。どういう、ちなみに、うん、3、6、8、掛け算が分かんない。一瞬なんかあれか、数字書いてないの。書いてない。あの、こんな感じ鍵でね、出てる。そうですね。そう、だからまあ、結構あると。90か1、2、3、いっぱいの人ゆりこさんはね、うん、なんかね、すごい。この前もコメントで英語呼ぼうとしてもごもごしてバカみたいってコメントしててバカですもんね。バカだよってバカみたいじゃなくてバカなの。そんな感じ。マミーを、うん、ムーミーって呼んでて、何言ってんのこいつみたいな感じのコメント来てて。ありましたね。いいじゃん、見間違いだよ。ムーミン村に住んでるもんね、ミーコはね。こうやってしてんの、ニョロ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 。はい、もういいよ。はい、はい、じゃあこちら、うん、iOS 版のみ、あ、ございまして、240円ですね。はい。240円。トリックショット。はい、トリックショット。おしゃれな名前だな。はい、メーカーなんだっけ。メーカー名はあのジョナサン・トップさんですよ。ジョナサン・ジョースターではないよ。ジョナサン・トップさんっていう、ね、はい、ジョナサン・トップさん、はい、方です。はい、クリエイターの方、はい、ぜひ皆さんダウンロードして遊んでみてください。はい、ファミツアップのチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、PC で見ている方は右下の登録ボタンから、スマホで見ている方は動画の説明欄からぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、チャンネル登録しないとこのコーナーも打ち切りです。いずれは寂しいことだ。みーこさんもやめてやめてなんだこれ。はい、というわけでじゃあ、はい、みーこのあっち向いてほい、やるぞ、いきますよ。じゃあ皆さんモニターの前に手を用意していきますよ。せーの、あっち向いてほい。お、今日は左だ。あっちですよ、珍しいでしょ。左の人勝ち、勝ち。はい、というわけでじゃあ明日も15時に会いましょう。皆さんさようなら。バイバーイ。